皆さんこんにちは、青木美沙子です。今回はアクシーズファムかわいいラインさんと青木美沙子でコラボでお洋服を作らせていただきました。とってもクラシカルでかわいいクマちゃん柄のお洋服を作りました。ワンピースが4色展開、ジャンスカが3色展開、カーディガンが3色展開になっています。ワンピースとジャンスカでは丈の長さが違うので、いろいろな方に着ていただけるようになっています。それでは撮影の様子に密着したのでご覧ください。皆さんこんにちは、青木美沙子です。今回アクシーズファムかわいいラインさんと私のコラボの発売が決定いたしました。すごく今回クラシカルで秋冬物という感じのワンピースやジャンスカ、そしてカーディガンなども発売されるので、よかったら、その撮影の様子だったり商品の紹介をしていきたいと思います。それではどうぞ。まずはじめにワンピースのご紹介です。こちら今ボルドー系、赤系のカラーになっているんですけど、柄がなんとね、クマちゃんと、あとバラと、あとティーカップというクラシカルな感じの柄になっているんですけど、まあ、全体見るとすごくこうストライプの柄に見えるので、クラシカルで可愛らしい印象になるかなと思います。でワンピースの方は丈が結構長めになっていて、私身長157センチなんですけど、このくらいの丈感になっています。でお袖の方はゴムになっているので、中にブラウスとかタートルとか冬は入れていただいて着ることも、重ね着することもできます。そして前のところには可愛らしいレースフリルがたくさんついていて、前開きになっているのでかぶりで着るタイプになっています。でお腹周りのところゴムがこちらに入っているのと、あとここのところですねが、リボンは取り外しできるようになっています。で後ろがセーラーの襟になっているのがポイントです。フリルもね、ついているセーラー襟なので、そこがめちゃくちゃ可愛いポイントです。1枚でももちろん着れますし、冬はカーディガンを重ねたりとか、あとタートルやブラウスと重ねて着ることもできます。ボルドーカラーは小物を赤にしてクリスマスな雰囲気に合わせてみました。私はもともとボルドー系のカラーとかピンクのカラーが大好きなので、こちらはよりクラシカルな印象になると思います。はい、今回カーディガンもコラボで作らせていただきました。ワンピースの上から着ていただいてもとっても可愛いんですけど、今回のコラボの柄がクマちゃんとティーカップとバラになっているんですけど、こちらのところもクマちゃんとバラとティーカップの刺繍がしてあるところがポイントです。で結構ゴムというか伸びるタイプになっているので、こういうちょっとパフスリーブな感じの、中にワンピースを着てもとっても可愛いのと、この組み合わせで着ていただくと可愛いと思います。でこちらのカーディガンは3色展開になっているのいるんですけど、どのお洋服にも合うので、ぜひ自分のコーディネートで選んでみてください。今回のカーディガンは3色展開になっています。それぞれワンピースやジャンスカの柄と同じものが刺繍されているので、とっても合わせやすいです。ぜひワンピースやジャンスカと合わせてゲットしてみてください。色合いもピンク、そしてブラウンもあるのでとっても可愛いです。はい、続いてはブラウンカラーを着用しています。ブラウンカラーはピンクが所々に入っているので、小物とかをピンクで合わせていただいても可愛いと思います。丈の長さも、私身長157なんですけど、だいぶ膝も隠れてロングめな長さなので、大人でも着やすい、ワンピースになっています。あと後ろがセーラー襟になっているところもポイントです。カーディガンとか着ていただいた時にセーラー襟とか出していただくととっても可愛いと思います。今回のコラボのワンピースは4色展開になっています。先ほどはボルドー赤系を着ていたんですけど、こちらはブラウンカラーになっています。
ブラウンカラーのカーディガンと合わせるとより大人っぽい雰囲気になります。可愛らしいよりも上品がお好きっていう方はブラウンカラーをおすすめします。ピンクの縦ラインが入っているので小物をピンクで合わせても可愛いですし、ブラウンで合わせてもとっても可愛いです。今回コラボではないんですけど、一緒に発売されるカチューシャとの合わせがめちゃくちゃ可愛いので、ぜひセットでご購入いただけると嬉しいです。はい、ということでカーディガンピンクを着ていて、中には着なりのワンピースを着ています。着なりのワンピースもピンクが所々に入っているので、カチューシャとかあと小物だったりカーディガンをピンクにしていただくと、すごく全身ピンクな感じで可愛らしい雰囲気になると思います。でカーディガンもすごくこの辺の刺繍が可愛くなっていて、とはしごレースになっているところもポイントになっています。でカーディガンを、寒い時、これから寒い時期になるのでカーディガンを着ていただくと可愛いんですけど、まだ暑い時期はワンピースだけで着ていただいても可愛いと思います。後ろがセーラー襟になっていたりとか、と前のところのボタンもすごく可愛いんですけど、このボタンは普通にボタンを取っていただいてかぶりで着るタイプになっているので、とっても着脱もしやすくなっています。美佐子といえばピンクと思われる方も多いと思うんですけど、今回のコラボではもちろんピンク着なり系も作らせていただきました。ピンクピンクも候補では上がってたんですけど、ストライプカラーが目立つのがピンクと着なりの組み合わせだったので、この色合いに決めました。クマちゃんも目立つので、柄が一番目立ちやすいのはこちらの着なり系のカラーです。ぜひピンクのカーディガンと合わせていただいたり、今回発売されるカチューシャもピンクがあるので小物をピンクにしてみるととってもラブリーで可愛いです。私はピンク推しなのでこのワンピースが一番好きです。ボルドーカラーも捨てがたいんですけど、やっぱりピンクが一番可愛いなと思っています。はい、こちらカーディガンとジャンスカとブラウスを着用しています。あと中にペチスカートを履いているので、少し丈が短いなっていう感じる方はペチスカートを履いて少しロングめにしていただくとかなりボリュームが出て可愛いと思います。そして今回はブラウンのジャンスカにピンクのカーディガンを合わせてみました。でこちらもカーディガンを脱ぐと、はい、こんな感じでブラウスとジャンスカという感じになります。でこちらのブラウス、これ取り外しすることができるので、リボンの部分取り外していただいても可愛いですし、胸元のところにはね、ボタンとリボンがこういう風についているので取り外していただいても可愛いと思います。こんな感じです。今回のジャンスカもとても着やすくて可愛いです。ブラウスと合わせたりタートルと合わせると冬でも着ることができるのと、夏は半袖のブラウスと合わせても可愛いです。そしてペチスカートと合わせると少しロングめになるので、短いのが少し苦手という方だったり、ゴージャスにしたいよという方はペチスカートと合わせるととっても可愛いです。はい、続いてジャンスカをペチスカートなしで履いています。私の身長157なんですけど、膝は隠れるぐらいになっていて、パニエは2枚履いて少しボリューム感を出して割とこうロリータなシルエットにしています。で、中のブラウスをきなりカラーにすると結構全身こうきなりコーデになるので、ジャンスカなんですけどワンピースっぽくも着ることができます。で後ろにもシャーリングがあるので、かなりサイズ調整もすることができるので、いろんな体型の方に着ていただけるワンピースになっています。ジャンスカになっています。ピンクきなり系のジャンスカを着ています。きなり系のブラウスと合わせるととっても可愛いです。ペチスカートを履かなくてもそんなに短すぎずなので、ジャンスカ合わせも
とってもクラシカルです。続いては赤いジャンスカを着てみました。赤は結構ボルドー系の赤なのですごくクラシカルな印象になるかなと思います。でこちらのリボンは取り外しできるのでありでもなしでも使っていただけます。で後ろはチャーリングになっているのでサイズ調整することができます。で小物をね今回、カチューシャを赤にして靴も赤にしてちょっとクリスマスっぽい感じにしていただいても可愛いので、まあ、いろんなコーディネートで合わせてみてください。続いては赤ボルドー系のカラーのジャンスカを着ています。白いブラウスと合わせると柄と合うのでとってもクラシカルで可愛いです。ぜひ赤い小物と合わせてみてください。はい、こちらは限定色のカラーになっております。ラフォーレとオンライン限定の商品になっているんですけど、ちょっとね抹茶系のカラーなのですごくこう大人っぽい印象になります。ピンクとのコントラストもすごく可愛いんですけど、くすみ系の抹茶カラーなのですごく大人でも着やすいカラーになっています。そして全身見てもすごく若草っぽい色味が可愛いですよね。今回ブラウンとの合わせにしてみたんですけど、よりガーリーでクラシカルな雰囲気になるので、ブラウンがちょうどクマちゃんがブラウンカラーになっているので、小物とかをブラウンで合わせていただくととても可愛いと思います。こちらの若草系のカラーはラフォーレ原宿限定と EC 限定色になっています。今回特別なカラーになっているんですけど、一番大人っぽい印象のカラーかなと思います。くすみ系の色なので肌なじみもよく、どんな年齢の方にも着ていただけるカラーになっています。ところどころ差し色にピンクが上品に入っているので、この小物をピンクで合わせたりブラウンで大人っぽく合わせていただいても可愛いです。今回のワンピースは4色展開になっていて、どれも本当に可愛いのでおすすめです。はい、ということでアクシーズファム可愛いラインさんと私のコラボの発売が決まりました。すごく今回もクラシカルで可愛い雰囲気のお洋服になっているので、ぜひ皆さんに着ていただきたいです。インスタライブもやらせていただいているので、ぜひそちらもチェックしてみてください。そして9月の7日土曜日にラフォーレ原宿のアクシーズファムかわいいラインさんのお店での来店イベントもあるので、ぜひいらしてください。ということで青木美沙子でした。バイバイ。